こんにちは、谷一です。この前は、スイング理論まではいかないですけど、とにかくリズム、ポスチャー、方向取りっていうのをお教えしましたけど、今日はですね、ドライバーのヘッドカバーで自分のスイングをチェックする方法、これは僕が独自に生み出した理論なんですけど、誰でもできますんで、ぜひやってみてください。僕はこの練習でクラチャンに優勝することができましたので、皆さんにちょっとでも役に立てればと思います。ではやってみます。まず右の脇にヘッドカバー挟んでくださいね。そしていけないスイングの見本やりますよ。ヘッドカバーが腰の位置で落ちます。これはなぜかっていうと、手で上げてるんですね。手でこう上げる人っていうのはやっぱり右肘がこう開きやすいです。で、左も入れてみてください。チェック方法ですよ。これは打ちっぱなしでも家でもどこでもできます。ゴルフ場でもヘッドカバーをこう挟んで腰の位置まで来た時に落ちる人っていうのはダメです。僕の練習法としましては、右肘に挟みます。そして腰の位置までは絶対落とさないように、腰の位置までは絶対落とさない、これが練習です。左も一緒です。左も腰の位置までは落とさない。ここからは上に上がりますので落ちます。それはいいです。チェック法やります。球を打ってもいいんですけど、こう右肘に、右脇に挟んで、で腰の位置までは落とさない。こう落ちる人は手で上げてます。ですから左脇、右脇両方チェックしてくださいね。ここまでは落とさない。ここから落ちてもいいです。その練習をやってみてくださいね。こういう練習、短い距離でいいですから、ここからここまでの練習ぜひやってみてください。